立ち上がりは、まあ、僕たちが有利で、まあ、少し雰囲気も良くなってたんですけど、やっぱ立命立字の方が1本パス決められてから、まあ、一気に立字の流れになっちゃって、で僕たちが落ちやすいんで、すぐ気持ちが落ちやすいチームで、今まで試合で1回も点数入れられたことなくて、負けたことも入部以来なくて、こういう経験をしたことなくて、だからみんなすごく気持ちが落ちて、でもう1回ハーフタイムに西村先生、顧問西村先生から激励いただいて、でそこからもう1回気持ち切り替えて、で後半もう1回立ち直して、まあ点数は取れなかったんですけど、まあ、ナイスDもあって、まあ、少し以上三菱電機杯変なミスとかが多くて、まあ、そういうところを直していかないと今後の試合勝てないんで、まあ、そういうところ日々の練習から直して次の試合に行きたいと思います。ありがとうございます。本日甲子園というとても大きな会場だったと思うんですけど、感想はいかがでしたか。まあ、僕は中学1年生の時に、甲子園ここで試合出させてもらってて、まあ、その時の記憶がまだ頭の中に残ってて忘れられなくて、もう一回この場に立ちたいと思って、で日々の練習頑張ってここに立てて、で朝集まってロッカールーム入った時にもう感動して、こういうところでフットボールできるっていうのを本当に感謝してやれました。ありがとうございます。高校でもアメリカンフットボールを続けられるということですが、今度はタッチフットからアメリカンフットボールに変わっていくわけですが、甲子園ボールのフィールドは10年前より一塁側へ15度今までタッチフットボールで、タッチフットボールで東日本代表法政大学、まあ、タッチやタックルじゃないから安全な部分もあったんですけど、タックルになってきてから危ないと思うので、しっかりフィジカル系鍛えて高校にちゃんと鍛えていきたいと思います。ありがとうございます。本日は関西学院中学部鹿島選手に来ていただきました。ありがとうございました。本日のお疲れ様でした。